ただいまから知事の記者会見を始めさせていただきます。最初に知事からお願いいたします。まず新型コロナウイルスに関してですが、この間一番多い時は255名という人数、1日の陽性者がそういった数でしたが、最近ではもう100人以下を切る日が続くということで、ここは非常に府民の皆さん、事業者の皆さんのお力もあってですね、なんとか収束に向かいつつあるのかな、抑えつつあるのかなというふうに思っています。また重症者も大阪多いというご指摘もありました。一時72名の重症者の方が入院されていました。現状はですね、44名ということで、この全体の陽性者の数が減ってくると、重症者というのは後から増えてくる傾向にあるんですが、全体も増えればこの重症者の数も徐々に減ってくるという傾向にもあるということで、コロナウイルス全体の今の感染の状況というのを見たときにですね、これは本当に府民の皆さん、事業者の皆さん、特に南の事業者の皆さんも含め、本当にご協力いただいたおかげで、なんとか抑えつつあると思っています。特に20代、30代の行動範囲の広い方の陽性者が増えてくると、どうしても高齢者の方とか感染がなかなか収まりきらないということになるんですけども、そういった若い年代の方が減ってきているということで、大阪全体の傾向も減ってくる。大阪全体が減ってくれば、大阪は都心部ですから、ある意味兵庫とかですね、いろいろこう、お仕事あるいは食事等々で大阪の中心も訪れられる方もたくさんいらっしゃいますが、関西全体も減ってくるということで、本当にこの間の府民の皆さんのご協力に感謝を申し上げたいと思います。でただやはりこれ注意しなきゃいけないのが、次の第3波がいつ来るかというのはこれはまだ分かりませんし、今落ち着きつつありますが、ただ社会全体を動かしながら前みたいに緊急事態宣言出してやってるわけじゃありませんので、またいつこれが増えてくるか分からないということで、日々の感染対策はぜひしっかり取っていただきたいと思います。で、僕自身のやっぱり思いとしてはですね、この冬は必ず到来します。またインフルエンザシーズンというのは必ず到来します。で、一般的にこのコロナウイルスというのは冬に強いと言われてますから、インフルエンザとコロナウイルスがダブルで流行る可能性というのは十分あり得ます。ですので、その備えを今のうちにやっていく必要があります。もうすでに着手に入ってますが、大阪の重症者のコロナ専門重症の施設というのを作り始めています。11月にはプレハブですけども、人工呼吸器を備えた新しいこの一階建ての施設をですね、11月にはまずは一部完成させるというようなことを進めてますが、もう一方で重要なこと、これはやっぱりこのインフルエンザとコロナが2つ入る可能性がありますので、特に重症者の方、命を守るという観点から見ると、高齢者の方の命を守らなければなりません。ですので、今回、この予算の補正予算の第15補正予算を発表しますが、その中の大きな項目の一つとしまして、65歳以上の大阪府民の、高齢者の方のインフルエンザワクチンの全額無料接種、全員に対して、自己負担なしのインフルエンザワクチンの事業というのを開始をしていきます。これは予算に上げていくことになります。大阪府民の皆さんの高齢者240万人いらっしゃいますが、所得制限等々することなくですね、これはすでに市町村で補助してますが、そのある自己負担部分というのが大体1500円ぐらいあるわけですけども、それを全額無償にして、この高齢者の65歳以上の高齢者の皆さんの命を守るということを徹底してやっていきたいと思います。併せてインフルエンザとコロナ両方が入れば、医療機関がもうすごく逼迫してくる可能性があります。ですので、医療機関の逼迫を防ぐという観点からも、このインフルエンザワクチンの65歳以上、特に重症化しやすい高齢者の方の全額補助ということを実施をしていきたいと思います。でもう2つ目、次今日の15補正予算の2つ目の大きな柱としてはですね、雇用対策、失業者対策です。今回のコロナによって明らかに経済に大きなダメージが生じています。
感染症対策を徹底してやればやるほど経済が痛むというこういう関係にあります。だからこのバランスがものすごく難しいんですが、何とかこれを両立させようというのが大阪の方針です。その中で、まあ、国全体を見ても 28% の GDP の落ち込みということですから、これはあのリーマンショックを超える戦後最大級の落ち込みというふうにもあの言われています。で今数々試算をしていますが、概要の試算でいくと大阪府においても毎月新たに5000人の失業者が増えてくるんじゃないかという試算も今出しているところです。でそういう状況の中でですね、やはり経済を動かしていかなければなりません。そのための施策をさまざま打っています。施策を打つだけじゃなくて、失業者を一人でも減らすという事業をしていきたいと思います。まあ、具体的には大阪府とそれから民間の再就職の、まあ、支援事業あの会社、再就職会社、転職会社ありますけども、そこが複数、まあ、ほぼ全てになると思いますけど、そこと大阪府とであのいわゆる共同体を形成してですね、そして、再就職であったり、あるいは今休業中の方、もう失業予備軍になってという状況になっている方の就職支援策というのを実施をしていきます。後に詳しく紹介しますが、大阪府においてホームページをあの、まあ、プラットフォームを作って、そして、民間のそういった、再就職の支援する事業あの会社がどんどん新たな雇用先というのを発掘していくと、そしてそこでマッチングしてあのどんどんあの再就職を促していく。でこれができた場合には、正社員の雇用をしていただいた企業には25万円の補助、そして非正規 の場合は 12.5 万円の補助というのを打ちながらですね、その事業者に対してもどんどん新たな雇用を生み出していくというのをやっていく。そしてそれを掘り起こすのが得意な民間の事業再就職支援の事業者と大阪府が協力する。もう今コロナで社会経済というのが傷んでいるのは間違いないですから、失業者が増えてくるのは間違いないわけですけど、それを一人でも減らすということを徹底してやっていきたいと思います。でもう一つ、まあ、大きな柱、金額として大きな柱としては、融資の支援です。今 1.5 兆円のいわゆる制度融資、まあ、金利が有利な実質 無金利のですね、その融資制度というのをやっているわけですけれども、その枠を今 1.5 兆円から 3.2 兆円までに大幅に拡大すると、これはもう事業者の皆さんを支える、そしてそこで働いている皆さんを支えるということを基本的な考え方にしています。まあ、それ以外に学校の支援等々ありますが、今回の15補正予算として大きくは2823億円の15の補正予算を作って、そしてそれを執行していきます。趣旨としては府民の皆さんの命を守る、そして、感染拡大を抑えながら社会経済を動かしていく、これを両立させる、これをあの一つ大きなテーマ、まあ、これはずっと大阪の大きなテーマですけど、それを知っていってます。具体的な中身としては、命を守る感染症対策、それからあの経済を支える収縮的な取り組みと、そして暮らしを支える仕組み、公の施設の維持ということで、合計2800億円の予算を組みます。これまで新型コロナウイルス対策で、どんどん補正予算を受けまして、今回で第10号目の補正予算になりますが、合わせて1兆2366円の補正予算を今までで国会を入れて組むということになります。まあ、新型コロナウイルス、特に冬に向けてインフルエンザシーズンに向けての対策と、それからやはりこれは矛盾するじゃないかと言われるかもしれませんが、やっぱり社会経済を動かさないと、そっち側で失われる命があるというふうにも僕は思っています。失業率が 1% 増えたら全国で2000人から3000人の方があってはならないけど命を落とすというようなことの過去のデータも出てますので、ウイルスで亡くなる命だけじゃなくて経済で亡くなる命もあるというここの命題、ウイルス対策を徹底すればするほど今度は経済が動かなくなる、動きにくくなる、そこをですね、なんとか両立させていくということを進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。具体的な中身です。まず65歳以上の高齢者の方のインフルエンザワクチンの接種の無償化についてです。
これは先ほど申し上げたとおり、新型コロナの感染症とインフルエンザの感染症、これは特にどなたがこう重症化しやすいかというと、高齢者の方がどっちもやっぱり重症化しやすいです。ちなみに新型コロナウイルスでお亡くなりになれた方の第2波の数字を取ると平均して78歳のです。平均年齢は78歳、若い人は亡くなっていないです。つまり新型コロナもそうですし、インフルエンザの方についてもそうなんですが、高齢者の方がやっぱ命を落としてしまう、それを防いでいかなきゃいけない、というのが一つの大きなポイント。新型コロナとインフルエンザの併発による高齢者の重症化を防ぐというのが大きな一つ の目的です。でもう一つの大きな目的がやっぱり医療崩壊を防ぐということをやらなければなりません。この2つが流行った時に、その時にやっぱり医療体制、提供体制の逼迫を防ぐためにできるだけインフルエンザにかからないようにする、かかったとしても重症化しない、できるだけしないようにするということで、医療機関が逼迫するのを防ぐということを大きな目標にしています。政策 の意義にしています。でこのインフルエンザワクチンというのは、65歳以上の方はもともと推奨されて定期接種になっています。でこれは市町村事業です。ですので市町村がそもそもこの自己負担分をこれまでも負担補助している、それは市町村でバラバラなんですけどやっている、ですので、とにかく市町村と一緒にこの自己負担を無償化するということになろうかと思います。でですので府としても補助する先は市町村になります。で10分の10全額大阪府で支援をします。実施期間ですけども10月の上旬から市町村によって開始時期が違いますから、市町村の開始時期に合わせてそれぞれの市町村の開始時期に合うように大阪府の補正予算を組んでいきたいと思います。で65歳以上の方ですけど定期接種対象の方ですから、60から64歳でも一定の疾患をお持ちの方とか、その対象があらかじめ決められているのがあるんですけども、そういった方は対象にしていきたいと思います。予算規模については20億円です。ですので、自己負担なしにインフルエンザの予防接種を65歳以上の方は受けることができますので、ぜひ受けていただきたいと思います。予防接種を受けていただいて、インフルエンザにできるだけかからないようにする、かかっても重症化 しないようにする、命を守る冬に向けて、インフルエンザとコロナの二重に流行るのをなんとか防いでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。次ですけども、雇用失業者対策についてです。これも非常に深刻な問題です。コロナによって経済活動が停滞している、これも皆さんご承知の通りです。4月5月においては完全に社会を止めるということまでやりました。第2波においては社会を止めるということまでやってませんが、やはり感染が広がることによって消費意欲というのはなくなってきますから、非常に厳しい状況になる。で僕自身も第2波をなんとか抑えなきゃいけないというので、一部ですけど南の事業者の皆さんに厳しいお願いもしたりもしています。このコロナの影響によってですね、やはり失業、倒産、廃業というのが増えてくるのがなかなか避けられない状況です。もちろんこれまで融資策、無利子の融資であったり給付金であったり雇用調整、助成金であったり、そういったことで防いできてますけども、やっぱゼロにはなかなかならない。報道でも倒産が出始めているというのが出ている通りです。実際有効求人倍率を見ますと、大阪コロナ前は 1.76 ありましたが、今有効求人倍率は 1.1 まで下がっています。赤が大阪で、ブルーが全国ですけど、全国も同じ、もともと 1.5 ぐらいだったのが 1.0 までになっています。ですのでもう間もなくですね、仕事を探す人の方が増えてくると、求人よりも仕事を探す人の方が増えてくるというのはもう間違いなくそっち側のトレンドに入ってくると思われます。でそれに伴って失業者ですけども、今年の1月から3月までに、失業者 13.5 万人、全国の失業者いる中でですね、これは大阪でですかね、大阪いる中でですね、この増加率を当てはめていた場合にどうなるか、単純計算すると大体5000人ずつぐらい失業者が増えてくるんじゃないかと、大阪の中でという想定をしています。有効求人倍率も下がっています。失業率も徐々に上がっていると、全国の割合を貯めていくと、大体来年の11月までに10万人ぐらい失業者が増えるんじゃないかという想定をしています。もちろんこれは国家を挙げて減らしていかなきゃいけないわけですけど、
大阪としてもこれ率先して対策を取っていかなきゃいけないし、取っていきます。どういうことをするのということなんですが、まずこの10万人の雇用を生み出すということで、民間のいわゆる人材サービスであったり職業紹介という会社、まあ、そういったところで、こう支援をしていってぐるぐる回していく数字、それからハローワークで再就職をする、まあ、そういう数字もありますから、だいたいそれでやるとですね、民間で3万、ハローワークで約 4.5 万人ぐらいが回ると想定してますが、それではやっぱり10万人足りない、約2万人足りないという形になりますので、この2万人の部分について新たな支援策を打ち立てます。大きくは民間人材サービス会社と連携した緊急の雇用策をやります。そして休業者への再就職支援、早期再就職支援を行います。それから行政における職員の採用を積極的にやるということと、大阪仕事フィールドをやります。ここは就職困難者の方を丁寧に支援をして再就職を支援する事業ですけど、そこを補強するという形をやっていきます。具体的に言うとこういうことです。次行ってもらっていいですか。まず民間のサービス会社と提携して何をするかということです。非常に厳しい雇用情勢にあります。これは本当にリーマンショック以降初めてと言われているぐらいですから、我々も初めての対策を取っていきます。これまで大阪府とこの民間のいわゆるその人材会社がくっつくということはなかったわけですけども、交わることもなかったわけですけど、まあ、今回は交わっていこう、この緊急時においてはお互い協力していこうということで声かけをいたしました。府とそういった民間支援人材支援会社とコンソーシアムを作っていきます、設立します。ここにある通りですね、まあ、それぞれ、EIDM とかですね、エンテン職とかマイナビとか、まあ、いろいろ会社名でリクルートとかいろいろたくさんありますが、その大手、ほぼ大手全てだと思いますが、その大手と大阪府とかまず提携をして何をするかというと、大阪府でまず特設のホームページを開設をどうします。そこで、求職者、失業者、対象は令和2年4月以降の失業者ですけれども、失業者の方がそのサイトにまず入っていくと。でそのサイトで何をするかということなんですが、ここの民間人材会社がですね、この特にこのコロナ禍において、事業者、これは好調な事業者もたくさんいますから、この事業者に対して求人をどんどん開拓をしていきます。で求人を開拓していって、その事業者に求人の申し込みをしてもらいます。求人の申し込みをしてもらったのを求人特集としてここで組んでいきます。で、それを見てですね、この失業者の方がそこから入っていってこの採用に至るという流れです。事業者に応募していくということになります。また逆の方向として、事業者失業者の方が登録して、それを事業者の方が見るという双方向の仕組みで進めていきたいというふうに思います。それぞれ民間の事業者に対しては新規の開拓、これはまあもちろんですけど、それ以外に合同の企業説明会であったり、あるいはセミナーの実施であったり、企業向けの採用のノウハウの支援であったり、失業者向けの個別のカウンセリングであったりということで、丁寧に事業者、それは求人を求める事業者の方にも丁寧に働きかけをして、どんどんこの求人の潜在的な求人枠を掘り起こしていくと。そして失業者の方にも厚く手当てをしてですね、このマッチングをしていくということです。ここで、そして大阪府はその雇用を創出した事業者に対して、そのマッチングが成立すれば支援金をお渡しするという形です。ここで 1.8 万人の雇用を創出したいと思っています。事業規模は約36億円です。持ってこいですか。その金額ですけども、条件ですけど、まず支給の対象として令和2年4月以降の失業者の方、まあ、いわゆるコロナによってですね、まあ、失業したという方です。でその方を採用した事業者の方が対象になります。でこのサイトを通じてですね、そういった方を採用して、3ヶ月間根付いた方、職場の定着をした場合に支援金を支給をいたします。1人当たり正社員の場合は25万円、そして非正規の場合は 12.5 万円を
その事業者の方に支給をしていたします。で次がですね、就職困難な方の早期の再就職支援、それからずっと、まあ、今は雇用調整助成金で休業状態になっている方の、まあ、だからその中でも実質本当に純粋に休業している方と、まあ、ある意味失業予備軍になっているような方いらっしゃると思いますが、そういった方を対象に再就職の支援をしていきます。ここでは3000人を目標にします。就職困難の方ですから、まずはスキルアップの研修とかカウンセリングというのをこの大阪市仕事フィールドで行いまして、有給の職場体験をその企業に行ってしてもらいます。でその有給の職場体験の期間中の人件費は大阪府が負担をいたします。で、まあ、予算規模自体2億円です。はい、次です。次がですね、雇用ではなくて今度は融資等々についてです。融資設備関係です。融資について予算規模2500億円、これ非常に大きいですが、2429億円大きいですが、これは、まあ、これまでやっている融資の枠の拡大です。今非常に経営環境をしているということで、コロナ関係の融資枠は今 1.5 兆円作っています。融資制度の概要としては3000万円で、まあ、6月15日が4000万円拡大しましたが、10年、据え置き5年、最大で当初3年間無利子、保証料ゼロという、まあ、新型コロナ向けの融資制度というのが、これは国において作り、そして、まあ、自治体と協力してやっていくというスキームになっています。でその保証、まあ、協会の保証制度融資ですけど、これが非常にやっぱり増えています。まあ、それだけ経済が厳しいということなんだと思います。現状においてですが、6万5千件の件数、保証承諾は金額として1兆5千億円です。現在1兆5千億円の融資枠なので、これを3兆2800億円3兆3千億円の融資枠を確保いたします。毎月3500億円分の融資枠を新たに確保していくということです。まあ、これによって企業の倒産を防いでいくということをしてまいりたいと思います。それからこっちが2つ目ですけども、これは高機能換気扇の導入についてです。これはまあ既に皆さんにご報告した通りですが、その件数の報告と、まあ、非常に大阪でこれが利用されているということについて、枠を拡大するということです。当初ですね、やっぱ感染症リスクを防ぐために、3密を防ぐ高機能の換気扇を導入する、まあ、国の環境省がやっているのに大阪府が上乗せをして、事業者の側から見たら一定条件を満たせば、まあ、負担金なしで高機能換気扇を導入できる、まあ、飲食店なんかでもつけれるようにするということを上乗せ補助というのをやりました。結果ですね、全国で860件採択されましたが、大阪府においては302件採択されています。ですので全国のシェアでいくと 35% もう 30% 以上、あと 35% か 35% 大阪がこの国の制度に乗って、国の制度のうち利用されたのは大阪の事業者の方ということで、まあ、非常に換気扇を使って3密を防ぐ、まあ、大阪府の上乗せ補助の部分を含めて多くの大阪の事業者の方にご利用いただいたというふうに思ってますので、まあ、当初より想定してたより数が多いですから、上乗せの予算、補正予算を組みます。4億円です。次ですか。次はですね、経済対策の側面もありますが、経済だけじゃなくてですね、やはり今回のコロナによって、非常に厳しい状況になっている方を支援するということ、これは、まあ、まさにこの民間の NPO、民間の NPO と、そして民間のお金を出す財団、これは村上財団が今回入ってくれましたけど、村上財団と民間の NPO なんかが協力して、いわゆる社会の課題を解決するということのスキーム、これに大阪府に情報提供なんかすることで、このスキームを広げていけないかということに取り組んでいきたいと思います。まあ、これがモデルの事業スキームですけど、コロナで顕在化した社会的な課題として、貧困の問題だったり、あるいは住宅の確保であったり、失業、先ほど申し上げた失業もそうですし、それから子どもの居場所づくり、まあ、このあたりもやはりこのコロナの影響が出てます。
じゃあそれをどう課題解決するかっていうので、もちろんこれは行政をサポートしていくんですが、行政だけじゃなくてこの分野について、 NPO でさまざま活動されている方もいらっしゃいます。でそこで足りなくなってくるのは資金なんかも足りなくなりますから、それを民間の資金提供先が資金を提供すると、そして社会課題を解決するという中身です。具体的に今回今年度取り組むモデル事業としまして、まずはアイリンです。アイリン地域の釜ヶ崎の支援機構、これは労働者支援ですけれども、そこが一つ。それからこの府営住宅を利用した若者の就職支援、ハローライフというところでやってますが、そこが一つ。またはその子ども食堂ですね、これはやんちゃのファミリービズとありますが、そういったところで子どもの食堂、子ども食堂の支援。どういうことをやっているかというと、ここでクラウドファンディング、アイリンの方がやってますけど、9月25日まで実施しているので、ぜひこの NPO 法人の放牧と村上財団が共同でやってますから、ぜひ支援してもいいという方はご支援いただけたらと思います。どういうことかというと、要はざっくりと半分、NPO 法人の方で半分自分たちで何とか資金を準備すれば、その残りの半分部分は村上財団が出すということです。で合わせてだから2倍 の、資金を得て、そして活動、社会活動をするということです。ですので、ある意味全額を NPO 法人が受けるわけじゃないので、 NPO 法人も NPO 法人は NPO 法人で自分たちでそういう資金集めの努力をすると。努力した分、その倍の部分というか同じ額を、ちょっと割合違うところなんですけど、村上財団がそのまま支援するというスキームです。でそれを経費に当てて社会課題を解決しようという、そういうことです。これは新しい手法なので、ちょっと今回どれほど効果があるかとか、さまざまな分析をしていきたいと思います。このモデル事業の評価分析をして、これがある程度成り立ってくるということであれば、今後この NPO 法人をどんどん増やしていくと、それから民間の資金の提供先というのもどんどん拡大をしていきたいと思います。今はモデル事業なので特定事業者でやってくれてますが、これを広げていくと、うまくいけば広げていきたいと思ってます。今回はモデル事業です。次ですか。予算規模は900万円です。で次ですね。戻ってください。予算規模は、280万円です。で次のこちらの予算規模900万円の方は、これはAI チャットボットによる相談の受付です。コロナ関連の相談なんかでも今は、コールセンターに直接電話、あるいは新型コロナの受診相談センターで電話を受けてますが、1日多い時は563件の電話を受けるという状況です。どうしてもそこで電話が長くなるとつながりにくくなったりします。で同じような相談も多いので、 AI チャットボットを使ってより府民の皆さんの利便性を向上して相談機能を充実させようということをやりたいと思います。でこれ合わせて保健所の業務というのは非常に硬になってますから、保健所の業務を軽減していきたいというふうに思っています。これは令和3年1月から運用します。同じ趣旨ですけども、消費生活センターにかかる相談件数についても前年比の 1.4 倍になってますから、これも AI チャットボットを使って、AI で相談を受けて AI が回答すると、それどうしても分からない場合は当然個人にコールセンターとかに行くわけですけど、AI ですからどんどん頭が良くなってきますので、質問も似たような質問多いですから、あるいは府民の皆さんがストレスなく相談できるようにしていきたいと思います。24時間対応です。で次ですかね。これは学びです。コロナ禍においてやはり学びの影響も大きく受けています。まず4月5月に緊急事態宣言ありましたから、その時に事業がこなせなかった部分振り返りやってます。それの非常勤講師の先生の配置の増強、人件費です、ね、それから 5.8 億円、そしてスクールカウンセラーも配置を拡充します。どうしても学校再開して子どもたちのストレス等が溜まっていると、心身の影響が大きく出ている、そういう状況ですから、スクールカウンセラーを拡充していきます。でそして支援学校においても介護職の承認者研修修了程度の人材を配置、155名増強して支援学校の支援をしてまいります。それから府内の小学校に118人、中学校に74名、この個別支援の学習支援のための
スタッフを配置拡充します。合わせて 2.3 億円、そしてこちらスクールサポートスタッフですね、を追加配置をしていきます。あの学校支援学校を支援をして学びの機会、そして子どもたちの、まあ、心身に与えた影響をできるだけ少なくしていきたいと思います。でもう一つ、あの修学旅行のキャンセル費の負担について、です、まあ、新型コロナウイルスの影響で、修学旅行について非常に実施するかどうか、これは 最終的な教育委員会であったり学校で決めていきますが、そういう影響が出てます、まあ、僕自身はぜひ修学旅行に行ってもらいたい、一生の思い出ですし学ぶことも多いので行ってもらいたいと思っています。ただその中でどうしてもやむを得ずキャンセルをしなきゃいけないという時の保護者の負担を減らす、キャンセル料を大阪府で負担するという中身について、です。まずあの府立学校についてはもうあの全額負担をします。で私立学校、私立学校については小中高ありますけども、ここはあの一定額を負担を持っていたします。まあ、これによって、まあ、これは学校を支援することで、保護者からキャンセル料を徴収しない、私立の学校に支援することで保護者の皆さんのキャンセル料が発生しないようにぜひ支援をしていきたいと思います。またあの最後の最後までどうするか悩んでいるあの学校も多いと思いますので、まあ確かに感染状況どうなのかわからないということもありますから、最後私立は学校の判断になるでしょうし、まあ、それぞれの学校の判断にはあると思いますが、まあ、できるだけ修学旅行に行って、ね、一生の思い出っていうのをぜひ作ってもらいたい、というふうに思ってます。まあ、最後の最後判断するのが、ね、どうしても近づいてくるとキャンセル料というのが出てきますけど、まあ、それをできるだけそっちを支援する形を取ることによって、なんとか修学旅行も実現できないかということも含めて、そして保護者の皆さんのキャンセル料が発生したときは負担をするということで、今コロナ禍で非常に厳しいあの家庭状況になっている、皆さんの支援をしていきたいと思います。で最後、これは予算とはまた別です。大阪の4大オーケストラの名曲コンサートを開催をいたします。新型コロナウイルスの状況で文化芸術活動ってなかなかできない状況になっています。でもその中でもやっぱりあの伝統芸の音楽果たす役割というのは非常に大きいです。そういう時期だからこそ大きいのかもしれません。でこれをそういった趣旨から四大オーケストラの名曲コンサート2020を開催します。多くの府民の皆さんにですね、楽しんでいただけるように、あの通常の料金も安、通常料金よりも安く設定をした料金であります。またあの音楽の関心の高い学生も招待をします。10月23日から11月9日まで、4回にわたって行います。まあ、それぞれあのフェスティバルホールでやりますが、3500円、3000円、まあ、ボックス席は5000円ということで、通常よりも安い料金で、9月19日から販売しますので、ぜひ皆さん、この機会にぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ここからは以上です。それではご質問をお受けいたします。ご質問の方は挙手をお願いします。読売新聞の太田です。今回発表しました補正予算全体に対する知事のご所感と、まあ、いくつか個別の政策を説明されましたけれども、全体を通じて今回は特に何に重きを置いた補正予算と言えるのかお願いします。失業者対策、これが一番だというふうに思っています。やはりあの失業者を一人でも減らすということに重きを置いた予算だと思ってもらっていいかと思います。それと、まあ、あえてもう一つ言ってもいいよということであれば、やっぱりあのインフルエンザワクチンの高齢者の無料接種、この大きくはこの2つだろうと思っています。でなんで最初に雇用対策というのを挙げたかというと、あのこれ大阪だけの問題ではなくて、あの全国的なやっぱり課題だと思います。今どうしても感染症を抑えるということ、感染症の数とかそういうところに目がいったりするんですけども、一方で経済がものすごく傷んでいると。で、これまでの間はなんとか融資とか、あるいはその雇用調整助成金、等々で失業者を減らす、がぐっと増えるのは抑え込んできましたけども、まあ、そもそも雇用調整助成金も9月末で切れるという話だったでしたけど、12月に伸びました。まあ、いずれにしてもそれいつか切れるわけで、そうなってくると、やはり失業者対策、一
一人でも失業者を少なくするというのを全国挙げて僕はする必要があると思っています。それをぜひ大阪を、皮切りにですね、まず問題提起も含めて、予算の計上をして、そして大阪府民の皆さんの失業者を一人でも減らすということをやっていきたい、それが大きな問題意識です。ですのでそういう予算組みをしたということです。これも今まで民間の人材サービス会社はある意味有料でやってるわけですから、で大阪府とかハローワークがこれ無償でやるというのは当たり前なので、ね、民間とは全く住む世界が違うというので交わることはありませんでしたが、今回そうも言ってられないので、民間が持っているノウハウなんかもちょっと工業のために出してくれということをお願いをして、この一方でこのコロナの状況によってある意味売り上げがいいというか好調なジャンルの事業者だってたくさんいるわけで、その雇用を、新しく創出する開発掘り起こす力があるのは民間ですので、その民間の力を借りてどんどん雇用の需要を掘り起こしていくと、そしてマッチングしていくことによって一人でも失業者を少なくするということにちょっと力を入れていきたいと思ってますし、その時期だろうというふうに思っています。いずれにしても失業者対策でも、そうですし、雇用調整助成金もそうですけど、融資なんかもそうですけど、やっぱりこれは一時的な対策だと思います。なので本来でいくとやっぱり消費のが戻らないと、やっぱ社会経済を元に戻さないと最終的にはやっぱり、どれもその時点時点での対策であっても持続可能な対策ではないので、融資なんかも含めて社会経済をこのコロナ禍にあっても動かしていく、そして失業者を一人でも減らすということが今新しい、なんていうのかな、そういうタイミングに入ってきてるんじゃないかなと思います。点だけ今回 の10号補正も含めて、緊急対策の財政規模というのは現時点で1兆円超えることになったんですけども、そのについての受け止めをお願いします。やはりこのコロナというのは、未知のウイルスということで、この第1波第2波経験して だいぶ経験値上がってきましたけれども、これ感染して場合によっては40万人死ぬんじゃないかとも言われたような、まさに国家的危機が始まった状況ですんでね、その中でやっぱり今までとは違う取り入る策をどんどん取っていくと、感染症対策もやりながらなんとかこの民間の事業者の皆さんも支えるということをスピード感を持ってやってくれと、やるべきだという考えで進めてきました。ですので補正予算はもう10号という、普通はもうなかなかないような数の補正予算、この時期にして、第10号の補正予算になってますし、金額も1兆円を超えるというこんな補正予算がなかなか普通はないわけですけども、最後の年末年度変わるとき の調整する補正予算はちょっと別において、事業としての補正予算として1兆円を超えるというのはなかなかないわけで、これを、ある意味全く未知のウイルスとの戦いの中で、前例にとらわれず必要なことをどんどん対策を打ってきた、その結果がある意味1兆円の大型の予算につながっていると思います。ありがとうございます。次のご質問お願いします。日経新聞の奥山です。失業者対策の中で、1.8 万人の雇用創出のこの数字の根拠を教えてください。次だ。これですよね。ちょっと遡ってもらって、前行ってもらって、まず失業者がどのぐらい増えるのかという、そこから逆算していってます。これも確実にそうなるというわけじゃありませんが、これをいかに効果を上げて減らしていくかが重要だと思っています。ですので、ある意味雇用に対する基金であったり、さまざまこれから国も対策を取られると思いますし、全国の自治体自治会からもかなり声はどんどんこれからさらに上がってくると思いますが、これは何とか減らしていかなきゃいけない。
けども、今の数字を前提にしたらどうなるかっていうのはシミュレーションです。今年の1月から3月の平均の失業者が約 13.5 万人で、それがどのぐらい増えているのかっていうのを当てはめていけば、だいたい4月以降は毎年5000人ぐらい増えてくるんじゃないかというふうに、ジュースに、まあ、単純、本当に大枠の単純計算をしたらそうなると。そうすると、令和3年の11月、まあ、今から1年ちょっとで、だいたいですね、10万人ぐらい失業者が増えるんじゃないかと。つまり、今の増加ペースで何も対策を取らなければ、10万人ぐらい失業者が大阪だけで増えるはずだと。じゃあ、その10万人をどうやって、雇用の穴埋めをするかっていうのを考えたときに、ハローワークとか、いわゆる民間の支援っていうのが、これまでどのぐらい、このリーマンショックの時とかに、リーマンショックの時にですね、どのぐらいこの就職支援をして、実際雇用を埋め込めたかっていうことを計算したら、大体ハローワークとか 4万5千人、民間が大体3万人、7万5千人ぐらいを埋めることができたと。そうすると、そこで約、2.5 万人ぐらいが、今の制度を前提にしたら、あぶれちゃうと。じゃあこの 2.5 万人どうするのっていうのが出発点です。じゃあその 2.5 万人のうち、大阪仕事フィールド、これはすでにやってる事業をこれ拡充してどのぐらいいけるかっていうのは約、まあ、3000人の予算といいますけど、約5000人ぐらいいくだろうで、残った数字としたら先ほどの、まあ、約2万人次いってもらっていいですかね、まあ、約1万8000人ですけども、この雇用を生み出さなきゃいけないと、約2万人の雇用を生み出さなきゃいけないと、あ、次のやつですかね、次のやついいですか、が3000人足して、それ約2万ですけども、この1万8000人というのをこちらで生み出さなきゃ、その数がまあ合わない、だからこれをなんとか新しい仕組みで生み出していこうよと、まあ、そういうことです。で、予算規模はその数で逆算して36億円という予算の規模を作ったので、1万8000人の雇用を生み出すためのこの25万円とこの数を計算したら約36億円ですけど、じゃあこの1万8000人というのをこの新しい仕組みで何かこう根拠あんのと言われたらないです。だからこれを新しい仕組みとして何とかこれで生み出していこうよと、まあ、そういうことです。まあ、やらないよりやるということですね。まあ、それだけの金額予算もつけてますので、これは民間の事業者の皆さんと協力して何とか新しい雇用、まあ、これは令和3年度も含めてですから、令和3年の11月まで含めてですから、それぐらい生み出せるんじゃないかと、まあ、この間事業者の皆さんとヒアリングをいろいろして進めていってますので、まあ、現実的な数字じゃないかということで、なんか完全な根拠と言われてなかなかないですけれども、全く新しい仕組みなんでね、そこを民間の皆さんとも話をしながら進めて、まあ、なんとかここまでは目標室として生み出そうということを民間の皆さんとも共有をしてやったという数字です。人材サービス会社のところを有料の部分と今回のこのスキームで分けていらっしゃいますけれども、このコンソーシアムに民間の人材サービス会社が入ることのメリットは何なんでしょうか。うん、要はこの民間のサービス会社はそれぞれの、例えば広告料であれば広告料をこの事業者から取りますから、顧客が増えるということになります。でも広告料ってじゃあどこから出てるのといえば、これ25万円渡しますんでね、ある風もこれが、まあ、ある意味補助になって、別に人件費に使うってことは何使うかはそれ事業者の自由ですけども、やっぱり事業者の方がこの民間の人材サービス会社に一定のこの広告料であったり、そういった費用を支払いするということになりますから、民間サービス会社としてはそれを一つの収益にはすると。ただ民間サービス会社の方も僕らが言ってるのは、やっぱりもうこういうコロナの時期なんでね、まあ、当然今までの事業もあるけども、雇用を生み出すっていうのはもともと民間人材会社の使命でしょうと。儲けるのも当然民間とか儲けたらいいと思うんですけど、雇用、こういう危機的な状況に雇用を生み出すっていう今までのノウハウを役所に貸してくれと、公共に貸してくれということを民間事業者会社に言ったら、まあ民間事業者会社の皆さんもやっぱりその社会的使命っていうのは感じているところでもあるので、じゃあこれはやりましょうというので、むしろ
まあ、あんまり儲けは薄いかもしれないけれども協力 してくれると、まあ、社会的使命を果たすというのは企業にとっての大きなやりがいの一つだと思ってます、まあ、そこをお願いしたということです。事業者にとってもその採用のコストを、まあ、その25万円に色はついてないけど補填するような形で使うこともできるということ。ああ、それはもちろんです、うん、もちろんそのお金の使い、この支援支給金の使い方は自由なので、そこは民間事業会社に、その事業者がある意味その人材サービス会社のなんか広告料とかそういうのを払ってもいいでしょうし、まあ、そこは一部ぐるっと回る可能性は あると思います。次のご質問お願いします。朝日新聞の田塚と申します。同じフリップの中でお伺いしたいんですけれども、まず採用した事業者ということなんですけど、これ期限があるのかということと、あと失業者の対象について令和2年4月以降に離職した府民の方とあるんですけれども、府外に住んでいて府内の会社で働いていて離職した人っていうのは対象にはならないんでしょうか。まず、1点目なんでしたっけ。期限です。採用の期限、採用の期限っていうのは4月以降の失業者であって、その採用をいつまでに採用したっていうのは期限というのは特には設けてない、設けてるか設けてないと思います。あ、ちょっと担当から調整するそうです。3ヶ月の定着を確認する必要がありますね。来年度ですね、大体11月ぐらい、来年の11月ぐらいを期限に考えております。あとはその府民外、府外の人は、で 府内の方を対象にしてます。府内で大阪に、府外の方は対象としてはおりません。府民の方を対象に考えておりますということです。大阪府民の失業者対策ですから、大阪府民の方が再就職をした場合に、この支給金をこの事業者に渡す。またこの事業者は例えば兵庫の事業者とかでも、はい、事業者については規模も場所も限定はしておりません。だから府民をベースにした支援策ということになります。府民で府外の企業から離職した人も対象になる、はい、けれども逆はないってことですね。そうです。だから府民の皆さん、大阪府民の皆さんであれば、大阪府内の事業者であっても、多分兵庫の事業者であっても、それ再就職をしたら、その我々としてはその例えば兵庫だったら兵庫の事業者に対してもこのお支払いはすると、まあ、ただ採用してもらうのは府民を採用してもらった場合で、それが3ヶ月間定着をした場合に採用をこの支給金をお支払いすると、まあ、そういうスキームです。ありがとうございます。はい、次のご質問お願いします。すみません、共同通信です。同じフリップの中で、その1万8000人の雇用創出のそれぞれ正規雇用と非正規雇用の内訳はそれぞれ何人で想定されていて、その全体の事業費の36億円のうち、まあ、実際にその事業者側に渡す、まあ、支援金としては総額いくらを想定されているのかを教えていただきたいのと、あともう1点がその、まあ、失業、今年の4月以降に失業をしたという条件で、これコロナによる影響ということもまでその条件付きになるんですか。まず4月、今年の4月以降に失業した方、これはまあほぼコロナによって失業した方だろうということなんで、まあ、条件としたら4月以降の失業者で、それがまあコロナによるものかどうかまで の調査をするものではないです。それから金額、これ積算の金額はあれかな、内訳ありますね、正規と非正規、まあ、基本的には僕は正規の雇用を増やしたいというので、じゃあなんで金額違うのといえば、正規雇用の方を、まあ、増やしできるだけ増やして安定的な雇用を増やしてもらいたいというので、正規が大体給料1ヶ月平均が25万ぐらいなので25万円というのをやって、まあ、非正規はその半分ということにすることによって、できるだけ正規の
社員を増やしたいということがまず一つの趣旨です。で、まあ、これは数が僕らがいくら計算してもなかなか実際問題難しいと思いますが、算出の根拠としたら、あ、じゃなくて、正規の方がだいたい4割、非正規の採用が6割ぐらいだろうということを見越して、この36億円というのは算出をしています。ただ別にそれルールがあるわけじゃなくて、先ほど申し上げた通り、正規の雇用を僕らは増やしたいと思ってますので、ぜひこっちをどんどんやってもらいたいなというふうに思っています。それから、なんで正規が4割、非正規が6割かというと、今回のコロナで影響を受けている失業者ってどういう方が多いかというと、リーマン の製造業が大きくダメージを受けた時とちょっと違ってて、サービス業が非常に多くて、若者とか非正規の方が影響、サービス業が影響を受けて失業が割合が多いというのが、ダメージを受けている割合が多いというのが数字で出ているので、まあ、おそらくはまたそれが非正規の方が採用される数も多いだろうというので、まあ、4割6割ということでこの36億という事業規模にしてますが、まあ、本意としては正規を増やしていきたいというふうに思って制度設計をしています。では次のご質問をお願いいたします。 NHK の佐藤と申します。今手続き的なところになってしまうんですけれども、今回の予算はもう議会に提出がもう先決でという形で、議会に上程をします。9月のですから末の議会審議で、そこでご審議をいただきたいというふうに思います。はい、次のご質問をお願いいたします。日刊工業新聞の大川です。今回の予算とは関係ないんですけれども、先月政府が大阪と福岡を国際金融拠点として重点強化するという方針が伝えられました。福岡市はいち早く金融機関の誘致に乗り出すというふうな発表があったんですけれども、大阪府としてはどのような方針で取り組まれますか？僕自身は大阪がこれからどう成長していくかっていうのを考えたときに、国際金融都市としての地位を確立するというのは非常に重要なことだと思ってますし、大阪はそれにふさわしいと僕は思ってます。アジアのどの状況地域見ても、やはり大阪っていうのは非常にアジアの皆さんから人気があるスポット、これはもう皆さんご承知の通りだと思います。それに加えて、政治の安定性、それから経済規模、空港、インフラを考えたときに、やはり僕はアジアにおける国際金融都市を目指すというのは大阪にとって重要なことじゃないかと思っています。特に今香港がああいう政治状況になって、アジアにおける国際金融都市というのはどうなるんだということが、世界からやっぱり注目もされている中で、大阪がアジアの金融都市の中心地を占めるとというのは、僕は目指すべき姿じゃないかと思っています。ただそれを実行していくために何が必要かって考えたときには、これ目指すっていうだけではなかなかこれは実現はできないです。全国一律のですね、やっぱり税制制度があって、ビザの制度があって、日本っていうのはそういう国家戦略で都市戦略ってなかなか打たないですから、本来僕は国家戦略としては都市戦略をどんどん打っていくのがあるべき姿だと思うんですけど、それを打たなくて全国一律の制度にしちゃってるから、かなり公職的になってる、だから世界から見た時の何ていうのかな、市場性という市場というか、その参入の意欲っていうのがなかなか湧かないと僕は思うんです。国際金融都市を目指せてました。シンガポールとか香港みたいな税制も全然あっちの方が有利ですしね、言語一つとっても何ていうのかな、子どもたちのインターナショナルスクールの環境であったり、生活環境とか、そういった面も含めて、やっぱビザの観点とかもやっぱり
かなり緩和をして、それ用にいろんな戦略を練らないと国際金融投資をやっぱり実行するというのは簡単ではないと思っています。ですので、それを目指していくとなれば、やっぱり今の日本の硬直的なこの高い税制を含めて、トップ的なものを作っていかないと僕は難しい。でもじゃあその日本のとか一部の地域でね、税制度が違うとか、ビザを大幅に緩和するとか、これはかなりの改革をしないと、認めないですよ。なんで、そこを掛け声だけじゃなくてね、そういったことも含めてやっぱり国際金融都市を目指すというんであれば、やっていかなきゃいけないと思います。僕自身は大阪が国際金融都市を目指すべきだと思っています。そこは国との協力関係というか、それがないと実行はできないでしょう。大阪だけが、観光とかだったら大阪の魅力発信どんどんできると思うんですけど、本格的にそういった国際金融都市を目指すのであれば、ね、やっぱりこれは国との協力関係、国の改革、これは不可欠だというふうに思ってますから、これを本格的にどうやって打ち出していくのか、そのタイミングが見計られたいなと思ってます。今はそもそも安倍総理が今ご病気で、退陣をされて、次の総理が誰になるかとか、そういう話をしているような状況で、非常に政治的になんで安定している状況ではないですから、しかも解散があるんじゃないかとか言われている中でね、なかなか安定している状況じゃないので、そこの、本気でこれを打ち出すかどうかのタイミングっていうのはしっかり見極めたいと思っています。でも僕は大きな方向性としては大阪はふさわしいんじゃないかと思っています。ありがとうございます。金融特区というふうなお話が出たんですけれども、もし大阪に設立するとしたら、このスマートシティ構想を進めている梅北ですとか夢島とか、そのあたりになるんでしょうか。僕は大阪ベイエリアがふさわしいんじゃないかなと思ってます。夢島ももちろん、万博とか IR 誘致してます。それだけじゃなくて、やっぱり先島、前島、あのあたりも、土地もありますしね。ベイエリアっていうのは、国際金融都市としてのエリアとして、しかも IR なんかもあれば、これは相乗効果も見込まれますし、僕はそのベイエリアが非常にいい場所としては適しないんじゃないかと思ってます。これはでもジャストアイディアなので、まだ何か具体的に国に申請しているわけでもないし、なんか行政的になんか案を練っているわけでもありますが、今ちょっと質問があったから僕の、率直な思いをお答えしているだけで、まだアイディア数のアイディアの段階ですけども、ベイエリアが将来そういう国際金融都市になってね、ある意味アジアの中で、日本の中にもこういう国際金融都市があるね、アジアのシンガポールとかだけじゃなくて、それでそこに IR があったり万博があったりっていうのが大阪の姿としてできたら、大阪の活力もものすごい出てくるだろうなと。そうじゃなくてもやっぱり道頓堀にしても大阪城にしても歴史的にも来たいと思う人がたくさんいるわけなんで、大阪の力、日本の力を発信するという意味では、大阪を国際金融都市にしていく、そしてトップを作らないとやっぱ無理ですけど、トップを作っていく、でそれはやっぱり大阪のベイエリア、僕はこれが目指すべき姿じゃないかと思っています。でもこれはやっぱり先言った通り、かなり大きなハードルを乗り越えないと、財務省なんかもそう簡単に一言で、その日本の中で、税制制度が違うなんていうのは簡単に認めないでしょうし、ビザもどこまで緩和できるのか、日本はとにかく一律横並びが好きですから、一律横並びの状況で国際金融投資を目指すって言ったって、世界を相手にしてくれないと僕は思ってます。ありがとうございました。次のご質問お願いします。関西テレビの上田です。政府の分科会が感染状況についてステージ1からステージ4に分類しています。そして GoToEat のキャンペーンでステージ1かステージ2やったらやっていいみたいな認識も示しているみたいなんですけど、まず大阪はこのステージ1から4の分類であると、どの時点であるというふうにご認識あるようお考えでしょうか。このステージの判断というのは明確な基準があってないようなもので、これが当てはまったらステージ3ですね、4ですねとかっていうのはないので、僕自身が今このステージですと
という評価をしているわけではないです。でも GoTo イートは今の大阪の感染状況を見ればやるべきだと思っています。まあそれを大阪がステージ1と2と判断するかは国にやってもらったらいいと思いますけど、僕自身はやっぱり、先ほど冒頭で申し上げたこの感染をなんとか山を抑え込みつつあるで、失業対策なんかの話もしてますけど、やっぱりものすごく大きなダメージを受けている。大きくダメージを受けているのはやっぱり飲食店ですよ。それは観光、これが前年度比でいうと約半分ぐらいの事業者が半分ぐらい売り上げが下がっている、売り上げが半額っていうような状況だというふうにも聞いてますから、やっぱり非常にしんどいのが飲食店だっていうのは、これはもう皆さんもご承知の通りだと思います。倒産の分類とか見てもご承知の通りだと思っています。なので、ある程度感染を抑えられる状況になってきたときには、感染症対策を取りながら GoTo イートでね、その飲食店を支援する、あるいはその食を楽しみたい人は食を楽しむ、もともと大阪は食の街ですから、それをぜひ実施をしてもらいたいと思ってます。でこれは江藤大臣にも申し上げました。あれ非公開やったかな、公開やったかな、冒頭だけ公開のこの間江藤大臣とやったやり取りでもうそのようには申し上げました。できるだけ早く大阪で実施をしてもらいたいというふうに申し上げましたので、大阪において今大阪観光局がその受託事業者だったその、ファミリーマートとかセブンイレブンとかな、ファミリーマートとあとは JTB とそういったコンソーシアムを組んでやってると聞いてます、まあ、そこが国から選定されたと聞いてますから、できるだけ早く GoTo イートを始めるべしということはその事業体にはお願いをしているところです、まあ、10月からは始めるという報告を受けています。GoTo イートキャンペーン、農水省が基本お金出して、で実施主体は、まあ、実施の判断というのは各都道府県知事に、まあ委ねられているところがあると思うんですけど、まあ、そういう仕組みについてはどのようにお考えでしょうか。まあ、財源を大阪府とか都道府県に渡してくれたらこっちでもっといろいろ考えれるなとは思いますけども、まあ、そういうふうに思いますね。でもまあその国が事業実施をして、そしてまあ何ていうかな、都道府県の意見を最大限聞こうというので聞いてくれているというのは運用の面ではありがたいなと思っています。現に江藤大臣も僕と電話会議するというので話もありまして、実はやりましたから、まあ、そういった意味で僕の考えも申し上げましたし、なので地元の意見は聞いてくれているというふうには思っています。で私からは感染症対策としてこれをね張り出してる掲載してちゃんと感染症対策を取ると言ってる店舗をGoTo イートの対象にしてくださいというふうにお願いをしました。江藤大臣も、まあ、分科会の意見を聞くというふうにおっしゃってましたが、これは知事の、貴重な意見として最大限尊重するというふうに言ってくれましたから、実際のおそらく GoTo イートの対象としてね、いろいろ今総括と詳細も練られているところだと思いますが、大阪においてはこのステッカーを掲出して、そして感染症対策を一生懸命やるというところを宣言してくれた飲食店に限られるというふうに思ってますし、まあ、そうします、そうしますって僕が言い切ったらあかんのかもしれないけど、国の事業がそれは強く大臣に申し上げて、大臣からも理解を得ていると思ってます。金は国で、まあ、実施主体は都道府県っていうのはちょっと責任という意味ではちょっとミックスっていうか曖昧なところもあるのかなとも思ったんですけど、あんまりそんなそういうのは当たらないですか、今回においては。まあ、だから GoTo トラベルも GoTo イートも、まあ、ある意味その自治体の単位でやっていったらいいと思うんですけど、もうそこはやっぱりあれじゃないですか、国会議員が予算組んで国会議員がやったということをこう示す、そういうことなんじゃないですかね。まあ、政治ってのはそういうところですよ。国会議員が地元帰ってこれは GoTo イートをやるからっていうのを言えるじゃないですか。いつもやったら別に吉村がやってないよって言えるじゃないですか。まあ、そういうのは実際の政治の場ではあると思いますよ。うん、でも本当のことを考えたらやっぱり青森の状況と大阪の状況も違うと思うし、ちょっとそういうなんか政治家の中な、そのことを除いて考えたらね、まあ、こういうのはやっぱり、
地元で都道府県ぐらいの単位でやった方がいいんじゃないかなとは思います。でも政治っていうのは権力の争いの部分が多分にあるから、これ今回の自民党総裁選挙見ててもそうじゃないですか。そういうなんか切れ事だけではすまんなっていうのも僕も分かってるので、じゃあその中でやるんやったらちゃんと地元の意見も聞いてくださいよっていうのは僕ら申し上げてるし、だから開始前に実際そういうテレビ会議の場を設けていただいたし、で僕からもこれは絶対条件にしてくれって話もしたし、その代わり早くしてくれというのも言いましたし、まあ、これは最大限尊重するって言って大臣にも言っていただけました、いただけましたんで、まあ、の地元の意見は取り入れていただいていると僕は思っています。ちょっと知事、この後次の公務の予定ございますので、今手挙げられているお二方、ちょっと手短にそれぞれお願いします。すみません、毎日新聞の島村です。今日は大阪市の来年度の税収が500億円くらい減少する見通しであるというところが報道もあったと思うんですけれども、その受け止めと府の税収はどういうふうに考えていらっしゃるのか教えてください。まずコロナ禍の状況ですから、まあ、そういった意味で法人、特に法人に関する税収というのは下がるだろうというふうには思います。これはもう当たり前だと思っています。ですのでちょっと大阪市がどういう資産でやられたかちょっと分からないですけれども、大阪府において今どのぐらい減収見込みだっていうのは出てないです。まあ、いずれにしても来年の予算編成に関してはやっていく必要があるんだろうと思いますが、ただこれは大阪府とか大阪市だけに限った話じゃなくて、コロナは大阪だけで起きてませんので、そういった意味では全国的な課題だと思います。まあ今の国の制度っていうのは地方交付税とか、まあ、そういった措置がされて基本的にはサービスができるようにっていうのが国の大きな制度なんでね、まあ、税収減になった場合でも住民サービスが実行できるというのが国の制度ですから、まあ、その制度の中で適切に予算を編成して予算執行していくということになるだろうと思っています。税収はこれは当然やっぱり減少するだろうなというのは見越してはいます。次のご質問お願いします。読売テレビ小玉です。失業者の支援のことでスケジュールの確認をもう一度させてください。事業自体は来月スタートということでいいのでしょうか。あと支給、事業者に対しての支給は、来月スタートだとすると3ヶ月勤務する必要があるので1月から支給ということになるのでしょうか。あともう一つ、これも出てたかもしれないんですけれども、具体的に来月始まって何年の何月まで行う事業なのか、もう一度教えてください。予算としては9月、今年今月の予算議会に上程をいたしますの、9月議会に上程しますので、そこで可決をされれば速やかに執行していきたいと思います。まあ、すでにこの民間事業会社とヒアリングなんかもして、このスキームについての大幅な枠というのは確保をしてますので、10月から実施をしていきたいと思います。予算としては来年の11月まで、令和3年の11月まで組んでいるので、来年の11月までの事業ですけど、公金を出すのは3ヶ月間 の、 雇用の定着を見ますから、支給金の支給については来年度いっぱいまで見るということになると思います。であとはそれぞれの民間の事業者でも、例えばここにいろいろ独自の協力ってありますから、ここで、基本的なスキーマはこれですけれども、それぞれの事業者によっていろんな3ヶ月定着に向けた企業向けの支援策であったり、いろんなセミナーであったり、というのをこのコンソーシアムでどんどんやってもらうと、A 社がこれやって B 社が違うこれやってとか、結構そこはもう民間のそれぞれ得意分野に任せてますんで、そういった意味で中身としてはかなり多種多彩な支援策になってくると思いますが、大きなスキームとしては、まあ、こういうスキームになると思います。だから来月からも実施予定で、3ヶ月定着というのは確認できたところから支給をしていって、事業としては来年の11月末までありますが、3ヶ月の定着を見ますから、来年度いっぱい、来年度末まではこの事業を実施するという予定です。
ありがとうございます。はい。はい、最後でしょ。次、何時があった4時からグラフロントで、北村大臣と会う公務があるので、20分出なきゃいけない中古なんで、質問ある方、できるだけ最後までやりたいと思うんですけど、手を挙げていただいたら、ね、まあ、ある人だけやります。日経新聞です。先ほどの大阪市の市税収入の減少についてなんですが、大阪市は市税収入がリーマン並みに落ち込んで収支不足が発生するという試算を出しているんですけれども、都道府県はより景気の影響を受けやすいと思うんですが、知事は府税収入がどの程度落ち込むと見込んでいるのかというのと、また予算編成のために大阪市のように試算を府でも出すという考えはあるんでしょうか。来年度どういう予算を組むかという意味で、やっぱりこれは試算しなきゃいけないというふうに思ってますから、これはまあ財務部の方で、どのぐらい減少しそうかというのは、数字を打っているところだというふうに思って、います。で、もちろんこれはじゃあ、それでどうやって来年度予算編成するかということなんですけども、大事なところとして、まず、こういうふうに大幅に減収した場合というのは、地方交付税とか臨時財政対策債とか、もちろんそれはあるんですが、それ以外にも、減収補填債っていうのがあって、一気に税収が減ったときには、その減収を補填する債権、大阪府からしたら債務ですけど、それを一時的に立てて、そして財政を組むということも、これは一般的な地方自治の運営としてなされることです。で、その減収補填債を立てたときに、これは国から の、まあ、その返すときの支援というのは、かなり優遇された。役所としては負担が少なく返していくようなのが減収補填債っていうんですけど、まあ、それの発行も当然見込まなきゃいけないだろうなというふうには思ってます。で、いくらぐらいかっていうのはちょっと僕も憶測で言うわけにはいかないので、それは財務部のこれが閉鎖だというのが出てくれば、その国からの地方交付税もそうだし、減収補填債もそうだし、質問することも含めて予算編成は組んでいきたいと思っています。ただ、なんとか僕としては、太田さん時代にあった減災基金の食いつぶし、その埋め立てで270億円現金で入れているわけですけど、この厳しい状況でもそれは何とかやりたいなというふうに思って今考えています。試算のスケジュール感はいつ頃までに出るんですか。これは大阪府の予算でいつぐらい組んでるのかな。10月末ぐらいに大体その試算が出てくるので、まあ、11月ぐらいに予算を組む作業に入るということになると思います。他によろしいでしょうか。それではこれで終了させていただきます。ありがとうございました。